どうも、俺の日本代表チャンネルです。前回は森保ジャパンで挑んでみて、やっぱ俺の日本代表のね、スカッとでやっていきたいと思います。まあ、動画見ていただけると分かるように、メンバーが、まあ、いつも通りですかね。やっていきましょう。あれ、今負けたけど1万切ってたね。やっぱ今のうちにね、人がやってる人少ないよね。ランキングすぐ上がっちゃうんじゃない？ちょっと勝つだけで。いや、いいね、やる気マックスで。いい感じよ、すごい。アンデルソン・ロペスも。ああ、素晴らしいね、この辺。こうかな。中村俊輔使ってもいいんだけどね。あ、どうしようかな。まあ、これでいっか。セットプレー多分誰かしら、蹴れるね。お相手さんは？あ、結構。これ無課金スカッとじゃない？これ意外と。まあ無課金かどうかは、正直監督、テンハウス使ってるかどうかが、無課金かどうかでね。スピードプラス1取るたびに1500円だっけ？この時課間は金で日きる本か対どうフェニックか。スライズ、こちあ、ら無の課試合金をだっ生たらあんな中継買いわたないしよます。ね。スピードプラス1ぐらいじインゃ。フォスタジアムで行われる本日のゲームです。からお相手さんは多分無今夜課の現金地かですな。が、天候は晴れ、コンディション良好の中迎え負るけゲーらムんでない。す。こっちこ金のかゲーけムてのるか解らね、説だはいおなじぶ。み元日本日代本表スカッ右トウィだンけガー、ど。北澤豪さんです。あ、どうぞよデろヨしンくおグ願いいいいたし守ま備。す。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。ナイス。日本対フェニックスライズン、いやー、そこ出してほし強い、豪マ同ジ士がで。ぶつかる90分、もうトッほんププと、レイヤーの頑張っ共演をて、マ堪ジ能しで、ましもうょう。スタミナ半分使っそうでていいすから、ね、あそどこ出ちしらてほもしい、実力ほんがありまと。すからね。面白い試合になるでし危ょうねえ、ね。読まれてる、やべえ。これを奪います。樋口、ナイス、樋奪い口。に行きまいす。やー、身長足んねえ。取れよ、マジで。足が伸びねえんだから、そういうところ。ベリン組みガム立てだっなたらがらバ攻ンめ上バンがっ取ていれるかく。らね、身長の差で。さて北澤さん、今日のゲー久ム保ちゃん。注目選手は誰でしょ久う。保ちゃん。レリフトですよね。左利きディはフェンドリダーブとルしてしのにく強いさけとど。か足元のうまさというのはもちろんあるんですけども、やはりヘディングが注目したいですよね。クロスやってみる？競り合たいまのに頭、は。ワンチャンあるじゃん。マルコス・ジュニオール頭で合わせまやしったが、ぱこのシュートはね、決まりません。前本線に当出ている人数 YouTuber がさ多んいでしょうの、ね。ちょっと名前出しちゃうと、忍者さん、本当に、戦術最強よ、マジで。小ウィ野、ングいい背で守備かをいやつは奪う。本当強い。フレンキー・デ・ヨング、簡単に勝てるからね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。メッシに渡る。メッシ。おうおうおう。ディフェンス、これを読んでいた。小野から右へ。ここから今フのロンもターが背速いででかすけよ。れ今日はば、積極的なあチェッらら。ク。ヘディングね。ロナウドだったら入ってるでしょ、あれ。やっぱ背でジョラかいンわ。テからレバンドフスキ神ー。なんで、走行時パプスラでつス。ないでスうーう、うパまっ。ス。なんとボいルトやン、ー、あれ、ノースオコーリブア。レー。さらにタああ、ッチ、ナイ川口ス。が勝る。ナイス、川口。さあ、カウンター、何ス回ピードをも上げた諦いめてところ。た、正直、今の。小野からアンデルソン・ロペス。アンデルソン・ロペスから小野、ポールのここのパス。これダブルタッチクロス。ああ、ダブルタッチ出決ない。めけど、いけた。オッケーオッケー。た。決まった、先制。オッケーオッケー。日本。これこれ。これ背低くてもね、入るクロスだから。このゴールで移籍後20得点。これがなおかつ背がでかいともっ頭とで見入り事やにす流いっしていう込んできまね。した。いやー、いいヘディングで大した事。ね。ボールに対してタイいミングを合わやせー、て惜しい。しっかり決めてきましたよね。無理？無理？無理か。
日本先制ゴールが決まりました。1対0。取れそうで、あれかな、キック力か、パススピードが、パス精度がいいんかな、ちょっと取れそうで、速いパスやってくるよね、意外と。インターセプト、ナイスナイス。外外で裏抜けてくれる、うん、もう一回裏、あー無理か。センターバックはね、やっぱ90超えてくると裏ケアも勝手にやってくれるか、なんなら自分で動かさない方がいいまである、下手にね。 OK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 、 これぶち込むぜ、このまま暗い。OK、 決定力90あるからね。お、やった、勝ちました。サクッと、サクッと勝ちましたよ。おお、いいね、いいね。50%。おお、1万いってるよ。お相手さん、多分、いや、これは。初めてですね、こんなに強いお相手さんとやって勝てたの。なんか縛りプレイしてたんかな、やっぱり。知らんかな、なんかすげえ変わった褒めしてるし。もしかしてなんか縛りプレイしてる最中にまぐれで勝った感じかもしんないですね。まあこれちょっと高レートっていうか、ランキング高い猛者にまぐれで勝てたんで、ちょっとこれで終わりにしたいと思います。それではさよなら。